皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。本日は2023年、3月の、30日です。こちらは、今回請願法によって、陳情ということになるんですけども、GDP 第1位のアメリカ、GDP 第2位の中国、GDP 第3位の、日本と、こういうふうな、現在の状況がありますけども、コロナウイルスの件についてね、このワンツースリーの国でね、世界に向かって謝罪しませんか、いっそのこと。コロナウイルスの件について、ワクチンに関してモデルナ社とファイザー社のワクチンは全然意味がないっていうことは分かりました。これで日本は多くの、国民の税金が、投入されてしまった。軽く、総合的に見ると2000億円以上の、お金を無駄遣いしてる。で、注射打たれた人への被害者の人たちに、注射1本1万円か2万円分ぐらいの慰謝料払わなきゃなんないだとしたら、これ、腸に行くと思うんですね。で、そのコロナウイルスが漏れたのが、出先が中国の武漢ということになるんですけども、これね、今、アマテラス製薬の方を中国の政府が、拘束してると。これ、もともと我々も、医薬品に関して、いや、日本の企業が来て、で、研究、そのワクチンの研究してたらこんなことになったんだよ、なんじゃないんですか、本当のところ。これね、右から左に流れていくっていう、昔日本人の芸人の人がね、それを先に発展したのはアメリカで、なんとか、ボロボロになりましたけど、第二次世界戦争で。で、だけど、なんとか追い上げて、世界第2位の GDP に一旦はなって、今は中国さんの方が世界第2位ですけども、発展したところから、順番にこう流れてきてるみたいな部分がありますと。で、GDP1、2、3の国で、正直医療業界、本当はもうこんな状況でしたっていうことも発表しましょうよ。その精神病院のその薬の件も含めてね、効力のないものばっかり作って、金稼ぎをしていたと。これもう医療業界一回一回やり直さなきゃなんないと。やり直すじゃなくて、しっかりと、体制たた、業務内容を改善しなきゃなんない。で、だからね、もうそこまで分かったから、トランプ大統領は、WHO、世界保健機関に関して、もうアメリカは金を出さないっていうことを言ってたと思うんです。アメリカ情報をいっぱい持ってるじゃないですか。で、正直中国としても、もともと発展してきた国からの、その進めとか、特区とかあるじゃないですか。経済特区とかね。ああいうふうな形で、そこまで言うんならみたいな形で、先に発展してきたところからの話、後からの国は、受け入れて、発展を目指して、行動してきたと。だけども、そこに間違いがあった。もう間違い分かった時点で、もうみんなでもうごめんなさい、それしたらいいじゃないですか。もうこれ、もう医療業界一回、しっかりと、正しましょう。そうしなかったら、この世界無理ですよ。こんなに無茶苦茶なことばっかりしてたら。で、私が裁判所に訴訟をしようとしたときに、2022年12月5日、宝塚スタンド病院に入れられてるんですよ。で、警察官がね、日本の警察官がそこまで腐ってるとは思えないんですよ。だからそのシステムがね、腐らせてる可能性が5割ぐらいと、あと、僕の場合はその暴力団とかのからくりとか知ってますから、その性風俗とかね、キャバクラとか、金持ってる人間しか行けない。で、金持ってる人間は誰だっていうと、働いてる人間とか、大株主とか、そういう風な人たちがお金を持ってる人たちで、ね、公務員の上の方とか、そういう風な人たちが、多分、キャバクラとか、性風俗とか、クラブとか、そういうところに、行ってしまった人たちが何人かいると、それバレたら怖い、捕まったら怖い、みたいな部分があって、誰かが警察官を動かしたか、裏の建物の春山整骨院っていう整骨院があるんですけども、ハリキューマッサージの。そこに、エロ業界の人間とかをもともと送り込んで、それを介護とかね、ああいうふうな形で。で、介護職の人間としてね。で、だからその証拠に関しては、僕はVTR 押さえてますから、動画でね、撮影して、そいつらが絡んできてるところとかね、言ってる文言で、
エロ派の方が強いとかあります言ってた時がありましたから、もうそいつらいなくなってるんですよ。で結局そういうふうな性風俗関係の暴力団の人間が、まあ、ずっと昔から、あの僕は二十歳ぐらいの頃にその皇室の方たちとお会いしたり、今後テレビ局で出世する人間とか、まあ、僕と会ったから出世できてるという部分もあったはずだし、まあ、国会議員の方たちとかもそうだし、その当時から、の人たちとかね、まあ、その後知事になられる方たちとか、まあ、狙われる要素って揃ってるんですよね。正直言うと、あいつからなら金引っ張り出せるって思ってた奴らとかいっぱいいたと思うんです。だから僕、貸金とかさせられましたし、僕、カードローンの、やらされたんですよ。東京にいる、そのね、テレビに出てる人間、その結婚話してる人間との結婚話持ち出されて、そいつは知ってたんですよ。上村っていうやつなんですけどね。で、東京で、サイコンっていう和食の店かな、中華の店かな、何かそういったもの、レストランを、再建すると。で、東京来た時に君も働くところが必要だから飲食業してるからみたいな形で、うまいことね、そそのかされて200万ほどかされてるんですよ。僕、ボーナスも退職金も何身分、本当に労働時間で、なんとかしてた方ですから、まあ、そいつらに対してものすごい怒りとかを持ってますし、刑務所にね、ぶち込みたいと今でも思ってますし、一回その裁判は勝ってるんですよ、もちろんね。仮執行までのところまで。で、今ちょっと10年経過してしまってっていう状況があるんですけども、まあ、今回の裁判でその辺のところも、こういうような状況で、訴えることができなかった、進めることができなかったっていうところを、ちゃんと裁判所でお話ししてと、まあ、そういうような形で物事を動かそうかなとは思ってるんですよね。で、とにかくね、この世の中の社会問題で何か間違ったことがあったときに、すぐに間違えてましたっていうことを、発表して、で、違う方向に、変えていかなきゃならない。それを、医療業界は怠っていた。だからコロナウイルスの件が発生した。ここに話を持っていかなかったら、多分、そしてそれをずっとね、その情報を固定しとかなきゃならない。裁判所で裁判買っても、それまでの書類とか、まあ、5年以内かな、それだったら、本人じゃない人でも、番号とかね、その裁判の資料、買いたいと言ったら、お金払ったら買えるんですよ。1ページ、まあ、20円とかのコピー代だけでね。だから、それによって知ること、なかなかそんな人いないんですよ。自分からお金を払ってまで、勉強しようっていう人はね。交通費とかもかかりますから、裁判所まで行こうと思ったら、そもそも番号とか伝わんない。一応、まあ、開示板というところに貼ってますけども、裁判の結果とかね、番号をつけて、裁判所の方がね、まあ今日ちょっと大阪の高等裁判所の方行ってきたんですけども、まあ、地裁の方かな、高等裁判所かな、まあ、どちらかの廊下のところに、まあ、もう表いっぱい裁判の結果を、ずらーっとこんなすごい数貼り付けてました。まあまあまあ、あんなもんですよ、本当に。まあ、とにかく、まず医療業界、なんとかしなかったら、まずいということで。まあ、暴力団関係でのところ、エロ業界も殲滅しますんで、皆さん、確保してみてください。それは世界各国で、僕は行っているようにね、皆さん行いましょう。お金の流れ、変えましょう。本当に努力して頑張っていた人たちが、稼げる社会じゃなかったらおかしいんですよ。そういうことです。皆さん、ご協力のほど、よろしくお願いします。世界中でですよ。GDP1 位、2位、3位、2位の国だけ、その誤った後、みんな、頭任せとくわ。それ、なしですよ。本当に。世界中の国の皆さん、本当についてきてくださいよ。お願いしますよ。本当に皆さんよろしくお願いします。